どうも、小袋の黒田です。スタイリスト大村です。中村です。ヘアメイクね。はい、はい、というわけでですね、今日は僕がディッキーズというブランドが大好きで、ディッキーズ黒田モデルの商品化の話が決定しましてですね、はい、以前、大村さんと2人で、はい、いろんなこう、ああいうのがいい、こういうのがいいという話を、一応今僕がこのいつもプライベートで履いてるのが874、仕事でもそうですね。そうですね。僕バイクに乗るんで、バイクに乗る時にこの縦ポケが物ガバガバ飛んでいくんですよ。何個か上げてもらってさ、ポケットの仕様、うん、ああそうですね。 それで決めてもいいんじゃない。今日はその前回いろいろこうしたいって言ったもののサンプルがなんと上がってきたということで、上がってきた、やっと今日はそれのさらなる、打ち合わせを、はい、ということで第2弾です。よろしくお願いします。お願いします。こちらが、はい、先日上がっていたサンプルになります。はい、というわけでちょっと早速履いてみたいと思います。はい、はい、というわけで出来上がりました。おお、まずこの仕様がね、さっき言ってたこのジップ中にと普通のやつと縦ポケット、ダブルポケット、嬉しい、これ、なるほどね、これ嬉しい、うん、これ、うん、どう、めっちゃいいですあんだけ前回のあれね、 V ね、見たら本気やだな、これめっちゃ嫌そうっすね。チャック使いにくいんですよ。こうやって歩くのに、うん、チャックのこれが当たるのが嫌やねん、手に。ここのあれが落ちるより、落ちるより落ちる方が嫌だよ。俺絶対嫌や、絶対そんな嫌やっつってて、嫌、うん、だっつって、そのなんかやっぱりアメリカの良き、ね、古き良き伝統にないこんなん、うん、って思ったけど、そうすごくいい、ね、超便利分かんなかったら分かんないもんね。そうなの、そうなの、同色やし、うん、いやほんで普段、うん、ポケットに手入れて、うん、俺普段こうしてるわけですよ、うんうんうん、全然このジップが邪魔にならない、うん、これはよう考えられてるわっていう、ね、めっちゃいい、ね、でもゴルフの時とかここティーとか入れれるしね。ゴルフでさ、あのティーとかゴルフボール入れててさ、カート乗ったらコロ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 転がっていくんですよねそうなんだ、っていうのがもうない。ゴルフでも履こうと思ってるんですか。もうこれ決まったら、あのお二人ともこれから1年間はディッキーズ以下履かない、うん、それはもう、それは一応毎日ね、毎日、あ、それは一応、これはもうほぼ決でいいかな。ほぼ決、いや、すげえ今、じゃこのアイディアは決定だそうです。ありがとうございます。あと、はい、センタープリーツ、はい、これ、はい、これ僕のリクエストで実は、うん、センタープリーツってみんな最初ある状態で、はい、売られてるじゃないですか、はいはい、これ洗っていくとセンタープリーツってみんなやっぱ自宅でなくなっちゃうじゃないですか、うん、そうですね、はいはい、センタープリーツを縫い付けて固定することもできますよね。洗濯機の話が見たんですね。そう、一個それ一回見てみようか、どんなもん。あ、見たい、俺も見たい、ね、これちょっとあんまりかなっていうっていう、ちょっとなんかちょっとなんか俺は好きなんだよ、うん、遠目に見ると結構綺麗なんだけどね、実はね、うん、まあ、近めで見たらあんまりだからいや、まあちょ、これは好き好きでしょ、これはちょっと今回の僕のコンセプトにはちょっと合わないかな、なしらしいです、はい、のと、はい、ここですよ、これ、あ、それね、あれベルトループ、ベルトループのあれ、これがね、ここら辺問題そうですね、もうこれもようある話ですよね。このループの太さってこれ以外は再生してできます、ね、できますよ。ノーマルやとここでこうなるんですね、キュッと、うん、そう、この鍵がね、それをこれが、ここだけを細くしてかっこいい、見えない、見えないじゃん、いや、いいな、いや、これは T シャツで隠れてわざわざここにさ、こういうなんていうの、あの、うん、D缶みたいなんじゃなくて、こっちがやっぱつけたい、 D 缶嫌だって言って、うん、もし俺もリクエストできるんだったら、うん、これとここも細くしてほしいな、両方行きたい、たまに、うん、たまにここにつけたい、右にも行きたい時ある、こっちとね、横にここにつけたい時いいですかそれだけ本当にすいません、両方ってことでした。分かる、ここ派の人と、ここ派の人いるから、いや、それって多分、うん、これね、あの横ポケやったらここでもいいんですけど、うん、縦ポケで行くなら確かにこっちもこういうことでしょ、ね、うん、このパターンでしょ、うん、このパターン、なるほどね、すいません、あの時言い忘れました2つで、すいません、ここ2つ細めの時、いや、もう無理、いや、間違いない、いや、まだできますもん、最後今、無理言う時です、最後だから、ファイナルです、今はいろいろも、ファイナルです、今日はディッキーズさんにご無理言う時です、ファイナルです、これは。あとは何やったかな、あれ、財布のさ、大きさ変えたのさ、あ、そう、財布持ってこないと、このゴローズの財布を、この紙、いいですか、この話は取っても、財布入る幅に広げたってこと、そう、ちょっと1センチ出したんですよ、確かね、はい、右のポケットに関して何かある、ほんまはちょっとでかくしたいんだけど、このゴローズの財布そのままポケット入れるでしょ、うん、出てこへんですよ、ちょっと大きくすれば、じゃあ横幅をちょいでかすにするか、20センチぐらい出すのと、
前ポケットも後ろも深く、ですよね、あ、そうですよね、ここも深くしたんですよね、うん、ちょっとね、そんな変わんないでしょ、そんなに、あ、ここですよ、うん、あ、これね、下の方に来るのが嫌だってことね、そう、いいんじゃないの、そんな変わる、いや、全然違う、俺その横のジップのポケットあるんだったら今まで通りでいいと思う、そう、要はさ、浅いとさ、落ちちゃうじゃん、いや、要はさ、なんかこう、なんか長袖とか着てる時にちょっとほら、突っ込まないと、うん、時計で引っかかっちゃう、そう、そうなんですよここギュギュになっちゃうだからポケットの深さは元に戻してください、あ、OK です、はい、大丈夫です、すいません、すいませんで、いや、元に戻す分にはいいんじゃないですか、はい、財布どうですか、財布はい、財布どうですか、これがね、きっと、うまく、あれ、早い、あれ、あれ、どういうこと、これ横幅広めた、したセンチ広げました、すげえ元にした、また多くなりお金が今日いっぱい入ってるとか黒田さん1センチで分かんねえってことは、ちょい、もう 1? いや、黒じゃないですか、ここから入れてみてよ、ちゃんと、だってすごい余裕あるよ、あれ黒田さん2段目入ってる、入れないんですよ、あ、もうちょい、いや、だいぶゆとり、ちょっともう一回出して見た感じは結構ゆとりあるように見えるこれでもね、ひょっとしたらウエストが関係してんのかも、あっちのウエスト緩いでしょ、うん、ほんなケツがピチッとしてる、そう、ケツがピチッとしてるから、うん、財布がそっちに引っかかって、うん、あー財布でかでかいあー、だけど、まあ確かに結構、まあもうこんなでかい財布使ってんの厚みっていうかちょっとなんか減らしてよこれあ、そうね、うん、小銭かな、小銭じゃない、このキャッシュレスの時代に確かにねどんなに小銭を、やっぱりちょっと入らない、本当、うん、じゃあどうしますか、これ以上でも広げたら変かな、どうですか、うん、そんなにいっぱいいっぱい、もう違和感のないとこの辺までいけますよね、もういけるね、いけますね、うん、じゃあプラスまた3、今の3で一旦プラス3センチ、プラス2、プラス3、うん、そんないっちゃう、だってここだってさ別にそんな広くても違和感ない、うん、ない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 、内側にないと思う、こっち側に広げる分にそんなデザインは大丈夫、もう右と左つなげちゃえば、クロちゃんのやつさポケット全部ドラえもんみたいになっちゃう、はい、あとサイズ感、それなんですね、肝心要の一番ね、結構ですね、そうです、そこも2つ作った方がいいかもしれないね、ここが難しいと、ちょっとジャストのとこと、ちょっと緩めと、そうそしたら今大体8センチぐらいだったんですよ、そうですよね、36ぐらいで多分本来であればですよね、うん、そう、どうですか履いた印象、ちょっと細いかなっていう、うんうんうん、この腰回り的には3、8ぐらいになってますね、寸法だけ言ったらそれぐらいですね、ですよね、前回の話は97とか97くらいでしたから、あれやったらどれぐらいですか、140インチは103くらいだったっけ、102とかですね、102とかですよね、はい、だから102にするかこれってね、ここケツ回りとここも両方ともギュッと縮まってるんですか、縮まってます、やっぱウエストだけだとどうしてもバランスが悪くなるので、極力そのヒップは変えないようにしたんですけど、やっぱどうしてもこうバランスがつながってるので、あ、すごい変な形になっちゃうんですよ、逆にするともうちょっと広げたら多分ヒップも広げざるを得ない、いや多分ケツはいいかなと思ってて、あの広がっても、うん、ここも突っ張ってるの分かります、あれ40やったらならないんですよね、うん、ここが突っ張るから裾がどんどん上がってくるんですよね、うん、多分ケツが突っ張ってるからですよね、持てられるんですよね、はい、ね、うん、太くしたらいいんじゃない、そう、もうちょっと太く40、この辺のサイズはやっぱ40でいいかな、ケツは40と一緒で、はい、ケツ周りは、ほんでウエストはもうそれによって引っ張られて大きくなるのは仕方がないので、そこは限界まで、そしたら同じになっちゃうとかないの、あれとでもうほぼ近くなるよね、結局近くは、まあ、結果としては近くなります ねけどウエストちょっと、まあちょっとは縮めれるでしょう、はい、ちょっとは小さくなってます、はい、っていうことでいいですヒップ本当ですか、合わせて、本当ですじゃあ、あの41のヒップでに合わせてウエストと広げるって感じで、そう、はい、
それで大丈夫です。はい。はい。ほんで、こっちの方がちょっと緩いんですよね。少しもうちょっと大きいんですよ。ちょっとこっち入ってみます。これがユーズド加工の方。はい。あと一個はちょっとご提案なんですけど、はい、これこのパトコーとして、これがやカルギっぽくはなる加工もあるんですよ。あ、いきなり？そうそうです。この柔らかいバージョン。ダメージ加工。早い。ちなみにちょっと みんなにはちょっと言ってないことが一つ、退院で激痩せした、はい、僕は確実にも太り続けて前回の撮影よりも確実に太ってます、ね、そういうだからあんまり今日、うん、リッキーズの人に言わないでそれは俺のサイズ感が変わってるっていうのが間違いです僕ユーズド加工あんまりかって思ってたんですけど、うん、めちゃくちゃいい柔らかいんだね柔らかいんやけどなんていうんやろ、うんこんなにいいのっていう感じあれこんなんなるのっていう、うん、普通の古着っていうか履き潰したディッキーズこうならへん、うん、ねえこういうのはなんかつるっとしたやらなくならないもんねいやこれすげえ技術ですよね、うん、ちょっと裾とポケットがちょっとこうダメージっていうかダメージもねいやこれほんといいよあじゃあこっちで行くいやあっちで行くどういう時間これあっちで行くけどすげえいいよ思ってるよかったっていう思ってるよかった、うん、よかったですこれにさ入れてみたらちょっと緩いああで多分若干、ね、加工してる分少しこう落ち感はあるのでそうだ、ね、それと同じでも多分違うあ入るほんで張り感違いかもしれない、うん、生地のね張り感だね、うん、出る生地が柔らかくなってるからこちら硬いというのこれもあると思うんです確かに確かにいやこれほんまポケットに手入れたくなる嫌いじゃないねえ、ねえ、いやこれいいんですよでもただあっちにしようかな張りの感じの感じもいいじゃんすげえ楽ちんやしねえもうすげえいい洗いにするしないどういうもう2パターン作れんのやったら絶対これ作るいやこの感じでこの形っていうのはでしないってこれってね、うん、あのあれですよコンセプトっていうかさやっぱ、うん、こういうワークパンツをすげえビカビカに履くっていうやっぱ俺のその、うん、なんていうの、うんそうね、美徳が美学があるからさ、うんうんやっぱこういうのをいかに綺麗に履くか、うん、こんなにいいんやってもこういうのって結構出てるんですかまああのお店さんの別注とか別注ではあるあですよねスタンダードなあれでないですよねそうですねスタンダードなやつではないなんでやらへんですかいやそれ自分でだからねなんでやらないのなんでやらないのちょちょだからなんこんないいのになんで出さへんのなんでなんでなんでどっちが好きなのこれとこれこっち874のこれ出したらいいんですよそのまま普通にうんあ、リッキーズさんがリッキーズさんが俺とか関係なしでその手がありますね普通に量産してくれってことでほんまに例えば、うん、3種類出すじゃないですか今実は俺この3色かなでも狙い撃ちで今日着てたんですもう決まってんねいやほんならこの2色決定でこれをちょっとこうどうするか考えた方がいいんかな、うんうん、そうだね、うん、3色で、うん、まあちょっとここはもうちょっと考えさせてもらうそう最初どれだった時いやいやからグリーン、チャコール、黒この黒ですよねそうほんで、これやめて、うん、ハンターグリーンのこれのバージョンとこれのバージョンと2種類作るはいはいはいで、ブラックっていうのもありですかまあ、できないことはないか形は一緒ですよね形一緒です、全部一緒です、はい、この洗いの一手間だけちょっとプラスそう、はい、かかるってもらえますまあ値段もだけど値段も全部足して3で割った分でね、まあまあ、出せばね、全部一緒の値段にしてそういうのあんま言わんといてくれるそういうのはユーザーの人に届けるべき情報じゃないじゃあカットでこれでも一通りいいですかねはいありがとうございました、はい、ありがとうございますではまた来月よろしくお願いしますお願いしますありがとうございますありがとうございました